ココボロ材ココボロは、中米原産のツルサイカチ属の植物ダルベルギア、レトゥサ及び D、グラニジロピティールの新材として得られる木材である。ただシギブス、ウォーカー、村山、川村、西川では、ココボロ材を得られる樹木として示されているのは、ダルベルギア、レトゥサのみである。ダルベルギア、ニグラを除くツルサイカ属の種全体が2017年10月4日から、 有効となっている、ワシントン条約付属書2に記載されているため、ココボロに関しても付属書2が適用される。主に楽器材やナイフの柄、造岩細工、ろくろ加工品などに用いられる。ココボロの語は、荒枠語のカカバリーに由来し、スペイン語を経由して英語に流入したとする説がある。ココボロ材、ココボロ材の外観に関しては、 同族のローズウッドとは全く色調が異なり、切断直後の芯材は、気大々色から、深みのある赤色の地で、これに、黄色や大々色、赤レンガ色のブチ状の筋や反紋が見られるが、空気に触れればすぐ大々色に変わり、時間が経過するにつれて、深みのある赤大々色の地に、濃色の筋と反紋が入った状態、要は赤黒く落ち着いた色合いとなる。 偏在は、新材とは明らかに異なりほとんど白色に近いか、真っ白で、ウッドターニング愛好者は、この白さを生かすことが多い。目利は、通直のものもあれば不規則なものもあるなど多様で、時には波状である場合もある。性質に関しては、機関比重が0.98から1.20の、チン、僕で重くて硬いが、ろくろ、切削。 カンナのどれでも加工はしやすい。このように手道具であっても機械であっても加工性は悪くはないが少し刃先を鈍マさせる性質を持つので刃先は常に鋭く研磨しておく必要がある。乾燥はゆっくりと進みその間に火割れや表面割れが起こりやすいが乾燥後の寸度安定性は非常に高い。ウォーカーは 機械工具を当てると精油が柔らかな方向を放つとしているが、木工家の河村受賞によれば、匂いに関しては、あまり心地よくない、強い酸っぱさが感じられる。細かい木屑で皮膚が橙色に染まったり、かゆみを伴う炎症を起こしたりする場合があるので、作業の際は注意を要する。剛性は高い。油性も高いので接着性は良くないものの、 油分が多いがために、ろくろ加工の際はむしろサクサク削れていき、丁寧に作業を行えば、素晴らしく滑らかな表面仕上がりとなり、大理石のような冷たい食感も生まれる。ろくろ細工に理想的な木材である。新材は耐久性があり、保存薬剤による処理は難しい。乾燥品はくすんだ色をしているが、ニスで仕上げると鮮やかなオレンジ色。 朱色、または、赤葛色になり、キメが美しい。ココボロで製作された、チェスコマ、ココボロ製、オカリナココボロ製の圧揮発火器用とは、油分の多さや、耐久性の高さ、防水性を活かして、ナイフなどの食器類の柄、道具の柄、ブラシの柄、食材、ボーリングの玉などに加工される。また彫刻や木彫りにも高い適性が認められ、チェスのコマ、 宝石箱、造眼細工の小箱などの小さな木工品に使われるが、ギターなどの楽器材としても使われる。他に、旋盤や、六ろ六ろ加工品全般、美観に優れていることから、スライスカットされて造眼用の上質な化粧短板として装飾性の高い家具や羽目板にも用いられる。重機の輪や、幅1メートル以上の大きな材も取れるため、縦具や家具、 建築材にも使われている。パナマでは観光客向けの店でココボロ材から作られた彫刻が見られる。また、日本においてはダルベルギア・レトゥサから得られたココボロ材を他のツルサイカ地賊植物のシタンやマルバシタンと共に仏壇に用いるための本シタンとして表示することが可能となっている。ココボロはデビッド・ウッダードのバージョンのドリーマシンに 関連付けられていました。ジム・ジャームッシュの2013年の映画、オンリー・ラバーズ・レフト・アライブは、ココボロと真鍮で作られた弾丸を特集しています。ココボロデスクは、テレビ番組、ベター、コール・ソウルでよく取り上げられます。ココボロにも、ニカラグア・ローズウッドという異名があるが、他に、ローズウッドというと、ダルベルギア、ニグラやダルバルゲア、スティボン・サニア、 丸橋ンなどが挙げられる。英語、日本語。ありがとうございます。